森田勝里17歳、ちょっとお座りバージョンでどうなるか面白いのでやってみます。でしたでしょうか。やっぱりね、普段歌って踊るってやっぱりすごく大変なので、やっぱ座ってるとすごい楽ですね座って歌うのがいかに踊って歌うのと比べたら楽だなって今思いました。でもね、まだね、17歳の方がボーカルはね、踊っててもあれだけ踊っててもまだ安定するんですね。私がおばさんになってもが正直一番きついですあれはハードです。あれは本当に体力がある時じゃないとできないですね。ちょっと体調悪かったりとか、もうすごい疲れてる時だとかなりきついです。なのでまだ17歳が大変なんですけども、まだ17歳の方が歌ってる時に息がまだ上がりづらい、
ボーカルが取れにくいかなっていうのは私の感じだとなんですけどもねっていう感じです。でも今座ったらね、いや楽だなと座って歌ったらすごい今楽だなと思いましたまあでもね、あれはもう私の本当にもう看板になったというか、17歳と私がおばさんになってものこの二大看板っていうかね、この完コピは私の中ですごく美淑女チャンネルの中で誇れるものだし、もう私の今もうね、アイコン的な感じっていうのかな、すごく自信を持って自分の中ではね、お届けできるね、コンテンツって言ったらあれですけど、お届けできる動画かなっていうふうに、まあ、自分ではね、思ってるので続けていきたいなと頑張ってね、どちらもね、20代の森高千里の振り付けなんですけれども、頑張って43歳のチューリッププリンセスが、本当その当時のを完コピしてるんですけれども、最初全然踊れなかったのが、まあ、1ヶ月とか2ヶ月とかかけて、今もうだいぶ板についてきました。いろいろ言われながらも、いろいろ心ないコメントにやめた方がいいって言われたこともありますし、下手くそとか音痴とかね、下手すぎるとか、さんちゃんいろんなことを言われたこともあって、まあ、全部通報しましたけれどもね、全部嫌がらせの問題コメントということで、全部一つ残らず YouTube の方に報告させてもらってますのでね、そういう大人げない行動を慎んでいただきたいなとは思ってて、そう、やめた方がいい、森高がすごすぎるからやめた方がいいっていう、なんか森高のファンだったら嫌だなと思うんですけども、そういう変なコメントも来たので、まあ、でもやめずにずっと続けてて、ここまで来て、今もうだいぶそんなこと言わせないぞというぐらいまで、できたんじゃないかなとは思ってて、なので最近では本当に森高ファンの、しかもすごい熱心な森高ファンの方々からも、すごい完璧とか、完璧ですねとかね、そう、なんかね、千里さんの、なんかライブを思い出すとか、彷彿とさせるとか言ってくださったりとか、そう、なんか海外の森高ファンの方からも、その海外に来てステージやってほしいとか言ってくれた方もいるし、すごい20代の森高みたいな、森高なんかそのものとか、そのものなわけないけれども、なんかそんなような感じのことを言っていただけたりもしたので、すごい嬉しかったんですね。なのでまあでも、まあ、もちろんね、見る人によってはまだまだだとは思うんですけれども、自分の中では結構頑張ってるかなと思ってます。なので、これからも、まあ、何歳まで続けられるかわかんないですけれども、でも踊らないでいると本当に踊れなくなっちゃうから、頑張ってね、忘れないようにやっていきたいなと思って、やれる限りやっていきたいなと思っています。はい、ありがとうございましたちょっと熱く語っちゃったんですけどね。なので今日はでも座ったまま やらせていただいたら、すごく歌うだけだとすごく楽に感じましたありがとうございました。チューリッププリンセスでした。